ラスカザスダルカナー地区の港アルカナーは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、ムンシアーに属する。カタルーニャ統計局によれば人口は1万658人。カタルーニャ州西南部に位置し、バレンシア州との境界に位置する。自治体内には、古くからの漁村であるラスカザスダルカナー、ラサリエータ、アルカナーイコールプラジャなどの地区がある。アルカナーは、 その地にはるか以前から住民が暮らしていたが、15世紀まで独立した自治体を形成していなかった。1148年に自治体ウルダコーナの領域部分として建設された。そしてその頃そこの住民を表す語として、ロキャンハーという語が用いられるようになった。1239年2月その地の住民に住民認可状が与えられた。しかし、 1252年に新しい認可状が与えられるまで、定住地が確定するまでには至らなかった。そしてこの時が集落としての創設と考えられている。1380年にはこの地に居住する者は30、家族を数えた。14世紀には数度にわたり、海賊たちの襲撃対象となり、見張りのための塔が建設されることとなった。市街地は防備が固められ、 死兵器で囲まれた。1449年に、ウルダコーナから独立した。カスティーリアのファン2世に対しての戦いの間、町は、ファン2世の軍隊によって占領され、火が放たれた。フェリーペ2世統治時代には、トルコ海賊の襲撃に対して、防衛のために多くの塔が建設されているが、アルカナーも、この時期に、再び防備が強化された。カタルーニャ反乱においては、 カスティーリ王への忠誠を維持し、このことによって、カタルーニャ軍の一部によって、町が占拠された。スペイン独立戦争時には、町は再び占領された。第一次カルリスタ戦争では、1835年カルリスタ軍によって、町は包囲され、頑強に抵抗したものの、陥落し、略奪された。1978年には、ロスアルファケスキャンプ場で、 タンクローリーが爆発するロスアルファケス大惨事が起こった。この事故では217人が死亡し、300人以上が負傷した。アルカナーの教区教会は、側面に複数の礼拝堂を持ち、一つの振動で構成されるルネサンス様式建築で大天使ミカエルに検定されている。創建当初は半円形の一つの工人を有す四区画から、 構成されていたが、19世紀に行われた、改修によって、後陣部分は失われてしまった。そして、交差牢、縁外、聖堂内陣の被災石が拡張された。現在の大きさは幅19メートル、高さ16メートルである。入り口は、真ん中のアーチ部分にあり、2つの柱に挟まれている。上部には三角形の破フとその下に3つの壁画が形成されている。 主楼は、機台が四角形で、各面には、大窓が設けられている。郊外には、マーラダでうだるラメーが建て祀られた聖堂がある。ゴシック様式の建物で16世紀末から17世紀初頭に、かけて建設された。18世紀に、主楼部分が付け足され、内部が拡張され、交差楼と丸屋根が加えられた。そのそばには、旧宿泊所の建物があり、内部には、 レパントの海戦を描いたモザイクが保存されている。19世紀初頭に非常に傷んでいたため切り離されるまで礼拝堂の床と続いていた。聖堂内に祀られていた像は高さ60センチメートルほどの小さなもので18世紀のものである。聖堂の内部には1920年に制作された一連の絵画が飾られている。かつての祭壇画と装飾の一部は1936年に 破壊された。海辺には1530年から1630年までに海賊からの襲撃に備えて建設された、いくつもの防御用の塔を見ることができる。それらは、すべて四角形で、セリー市のある入り口、1階部分、円天井を持っている。それらの多くは改装され、別荘あるいは夏の住まいとして利用されている。ラスカザスダルカナー観光と別荘が、 アルカナーの経済の重要部分となっている。アルカナープラジャ海岸地域には、夏の間この地で過ごす、多数の滞在者のための多くの新興住宅地が建設されている。それらのうち最も古い住宅の一つに黒で小導入と呼ばれるものがあり、アルフォンソ13世が夏の間そこで過ごした。他には、多くのホテル、キャンプ場、その他の観光関連施設がある。 海岸部から離れている自治体の北部地域では農業が経済活動の中心で特にオレンジとクレメンティーナの栽培が重要である。ラスカザスダアルカナーチックでは漁業が盛んでほとんどがランボスティーノ漁に従事している自治体内には明確な工業地域はないがセメント工場は重要で多くの住民に雇用の機会をもたらすとか近年住民にとって 重要な産業促進の機会をもたらすであろう、ガスプラントの建設に対しての反対運動が起きるなど、様々議論がある。ありがとうございます。